K1 両国大会スーパーファイト第3試合はフェザー級の一戦です。赤コーナー軍事隊と青コーナーは亀本優勝。引き続き正人さん、関根勤さん、久松郁美さんとお送りします。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、両者正人さん、フェザー級階級上げてという戦いになるわけですね。そうですね、軍事は強くなりましたね。そうですか。それはどんなところに感じますか。本当にこう以前はそんなに倒すっていうイメージじゃなかったんですけど、はい、ここ最近は KO 勝利が多いですからね。そうですね。ウェイトが適切なんですか、ね、そうですね。やっぱり21歳というこの若さもありますから、まだこの体が大きくなるというところもこの軍事多分にあるでしょう。このベストコンディションでの戦いに臨んでいく軍事、亀本もまた55キロで戦っていたところからのこの階級上げての一戦です。蹴りを見舞っていく青のグローブ、サウスポースタイルが亀本、オーソドックス赤のグローブは軍事です。関根さん、これまで軍事はやっぱりこうかなり体は痩せているようにも見えた時ありましたからね。そうですね、スーパーバンタムでは。ちょっとやっぱり減量が、ね、きつかったんじゃないですかね、うん、もうデビューしたての頃は良かったんですけど、やっぱり体大きくなりますからね、年齢で筋肉もついてというところあるでしょうね、はい、そうですよね。前蹴りからローキック、序盤の距離は探り合いか、左ミドル、亀本の左ミドルが軍事の腹捉えました。積極的でいいですね、亀本ね。そうですね、手数はちょっと亀本の方が多いでしょうか、この立ち上がり。左ミドルサービス、プレッシャーかけてきましたね。さあ、ここに軍事、パンチ入っていく。この距離は亀本のミドルの蹴りで、もうちょい入ると軍事のパンチの距離ですね。はい、まだ蹴りからパンチの蹴り。ナイスパンチ。やっぱり軍事自信持ってますよ。軍事は結構正人さん、パンチでいきたいっていう感じでしょうかね。パンチで倒そうと思ってますよ、狙ってますよ、うん、手数多く出すよりこう一発一発こう狙って当ててやろうっていうのが、自分の距離に今詰めていってパンチが当たる距離までっていう感じですね。さらに上を感じていく、蹴りに対して入っていきました、左の力です。2.5 キロ体重が増えました。そのパワーの差というところも軍事見せていけるか。亀本も同じです、左のミドル、まあ、これはローブローでした。サマさん、亀本はこの期間多団体ではありますが、ビッグバンでベルトを巻いて、なんか自信が、ね、こう深まったような感じもありますよね。そうですね、でも軍事選手のスススってこう入ってくるパンチが怖いですよね。そうですね。さあ、ここから残り1分となっています、第1ラウンドです。両者のこの動きというところもさらに注目していきたいところ。パンチから左ミドルでつなげます。この亀本のミドルキックいいですけどね。あれはかなり大きな武器ですね、やっぱり。はい、軍事は、まあ、これくらいもらってもいいやと思って、ガードせずにそのままもらってますけど、はい、これ今はいいですけど、ね、中盤後半って効いてきちゃって、うん、パンチに力もなくなってきてしまいますからね、はい、そのままもらい続けると。このミドルです。ローキック、軍事がローキックつけ始めました。あーっとパンチ入っていくぞ、左のストレート伸びていきました。軍事のローいいですよね。関根さん、かなり強烈ですよね、ミドルローキック。奥足狙っています、亀本の。パンチからこの左のミドルのコンビネーションというところ、亀本見せています。ただパンチ見えているか、軍事少し余裕のあるような表情にも見えました。距離バックステップで取ります、亀本。距離詰めていった、亀本が前に行くか。このローキック、さらにハイへとつなげてきた。この第1ラウンド終了間際です。ここで第1ラウンド終了です。関根さん、どんな風にご覧になりましたか。いや、手数多くてこれはいい試合ですよ。レベル高いですね。もうテクニックの見せ合いですよね、本当にね。マサトさんはどんなところ鍵になってくると思いますか。パワーはやっぱグッチの方があると思うんですけど、はい、亀本がうまく戦ってますよね、ミドルキック蹴りながら、はい、でグッチはちょっと余裕を今持ってやってるんですけど、もうちょっと自分から手数出していいかなと、うん、あともう左のジャブとかジャブを出してこうもうちょっとペースを掴んでいくといいんじゃないかなと、はい、ちょっと見すぎですよね、はい、いきなり狙いすぎなんですよね、大きなパンチ。まあ、それにどうつなげていくかという、まあ、このペースでこの感じでいくとこう今はまだいいんですけど、同じパターンでいくと亀本がどんどん2ラウンドから出てくると思います、はい、またその軸となる左ミドル、これもどのように亀本使ってくるか、第2ラウンド以降。
さあ第2ラウンド、変化は生まれるか、第2ラウンドです。どちらが先に出てくるか。前に出るのは郡司です。ボディまずさらに左のミドル、それに対して郡司はやっぱりまずさ手数ではないんでしょうかね。郡司は多分サウスポーの前の手がちょっと邪魔なんだと思うんですよね。あ、さあここコーナー詰めてからどうするかですね、はい、じゃあ出していけるか。亀本はローキックで右のストレートから入ってきたのが郡司の方でした。まあ、クラッシュでも本当に激しい戦いをしてきているこの郡司、亀本両選手です。さらに上のキャリアを狙って、上のステップを狙ってこのフェザー級というところに階級を上げてきました。クラッシュでのベルトは失った郡司、ナイスボディ、いいボディですね、はい、ボディストレートでした。やっぱ下いろんなところにこう散らしていくといいですよね、うん、そしてさらにこの上という動きが郡司あるか。ああここはかなり亀本選手の攻撃がオーバーと判断されたため時間を止めています。郡司は痛がっています。真下から入ってきましたね。そうですね、ミドルキックもこう雅人さんいろいろな角度っていうのがこうあるみたいですが、この亀本のミドルの特徴ってどんなところがあるんでしょうか。まあ、なんか基本に忠実にこう蹴ってるなっていう感じするんですよね。なるほど、ミドルキック、はい、あとはこう伸びますよね。はあ、じゃあイメージよりも遠いところから。そうですね、避けたつもりでもこうちょっと伸びてくるんで、そこは注意しないといけないんじゃないかなと思います、はい、さあ郡司がここは整えて試合が再開されるようです。ただいま青コーナー亀本選手ローブローに対し注意が与えられました。はい、再開します。再開します。再開されています。このミドル距離を詰めるか。関根さん結構距離遠めですかね。そうですね、今のところね、うん、キックの距離ですけども、はい、どう詰めるかですよね。前の手が邪魔なんですよね、グッジからすると。だから入りにくいんですけど。さあ、ワンチェックした。左フック。いきなり、おーって揺れてる揺れてる、大丈夫か。効いてる効いてる、チャンスですよ。さあ、ここから一気にさあ、詰めに来ますよ、グッジ。グッジがフィニッシュへ行くか。亀本のダメージ、脳が揺れているぞ、まだダメージが残っている。さあ、一気に行きたい郡司だ。右のストレートが左フック返す。これはダウンではない、スリップ。さあ、決めてるか。アンチに行くのは郡司、一気に倒しているか。ボディを混ぜる左、これは止めた。郡司サイト、フェザー転向初戦見事 KO 勝利。いや、関根さんどうでした。すごいですね、パワーありますね。投げ倒したって感じですもんね。軍事強くなってますね。面白いですね。下松さん来ましたね。久しぶりにこの軍事選手のアグレッシブさというか、はい、力強さ見れて嬉しいですね。軍事はこう左の使い方もっと上手くなるともっと強くなりますよ。マサトさん、左でまず倒しました。左ジャブの使い方ですね。左ジャブですか。ジャブの使い方をもっとうまく使えるようになると、はい、もっと全然強くなります。さらに他の攻撃がより生きてくる形に、それが使えるともっと他のパンチも入りやすくなってくるんで、はい、攻撃の幅がどんどん広がってくると思うんですよね。いや、嬉しい勝利となりました。郡司タイト55キロから階級を上げてどういう形を見せてくるかというところでしたが、この左フックでした。右ストレートからの左フック、パワーありますよ。はい、勝利様ありがとうございました。マサトさん、左を使えるとよりこういう形をもっと作れるようになるわけですか。もっと自然といろんな攻撃が出るようになるんで、はい、左が当たると当てることができると、はい、フェザー級に上げて初戦で1ラウンド KO を狙ってたんですけど、まあ、こういう形で、まあ、2ラウンド KO って形で出てきて、でフェザー級にも郡司タイトっていうやつがいるんで、どんどん強い人とやりたいんで、どんどん一人ずつ倒していこうと思うんで、ぜひ強いやつを合わせてください。応援ありがとうございました。言葉も一段と力強くなりました。さらにこの K1 の
上位陣と戦っていく、そのアピール存分に見せてくれました郡司泰斗。2ラウンド1分54秒、亀本優勝を警報しています。また大会中は大きな声は上げず、静かにご観戦していただきますようお願いいたします。